近畿大学工業高等専門学校は、三重県名張市にある私立の高等専門学校である。学校法人近畿大学の併設校。略称は主に近代高専。1962年に、熊野高等専門学校として、三重県熊野市に開校。後に、熊野工業高等専門学校に改称した。当時の略称は、熊野高専。 設立当初は男子校だったが2000年度より教学科、公明を現名に解消した。進学を希望する学生の多くが国立大学に現役校を企している。また、大戦教育連携が行われている。また、日本の高等専門学校の中で唯一国家資格の基本情報技術者試験の午前科目免除制度の認定校となっている。 熊野市にあった当時は、地元通学生より、県外各地から入学、または、編入学する学生が多く、和診料、青葉料、清和料、炭鉱料、軽雲料という5つの学生料を持っていたが、やがて周辺地域の人口減少もあって、定員割れが続くようになり、約130億円の債務を抱えることになった。このため2009年6月、 設置母体の近畿大学は、遅くとも2015年3月までに、熊野市から撤退することを表明した。移転先の候補地は、同県名張市の工学館大学末で撤退や土地と、グループの近代姫路大学がある、兵庫県姫路市が検討されていたが、2010年1月の理事会において、名張市と移転交渉することを決定。同年5月には移転合意書。 10月には2011年4月開設に向けた誘致協定書を名張市と締結した。2011年に名張市に移転。現在の校舎は1998年から2011年3月まで工学館大学社会福祉学部の校舎として利用されていったもので移転先の名張市においても学生寮が設けられた。なお、 百合ガオ寮が1年から3年の学生を収容し、朝日町寮が4.5年の学生を収容する。朝日町寮は、定型寮として改良されたがほとんど利用されておらず、大半の学生は、下宿を探すかアパートを借りたりして生活している。機械システムコース電気、電子コース制御情報コース都市環境コース。ありがとうございます。